ちゃんのやつ、オッスってやつ、うん、あるんですけど、ね、私そんなのね、キャッチフレーズじゃないよ。生かしたやつ作んなきゃ。え、じゃあこれはお手本なんですか、うん、あ、もうこれは完璧よ。あ、完璧なのね。じゃあそこまで言うんだったら、うんうん、かっこいいやつがあればもう正式に私じゃあ挨拶にするわ。本当？うん、それするするする披露したいと思います。それでは早速やっていこう。バンマニじゃあ披露します。あ、もう早速なんだ、はい、披露します。え、なに？もちもち、はい、ですですもちもち、ぷに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 、もに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 、天津ナンバーもりちゃんです。あーす、めっちゃアイドルや。これは視聴者ありきの挨拶。なるほど。いつもはもう一人でやってます。一人誰も返してくれない。そうです。痛いやつや。辛いわ。しかも尺長いよねこれ。あ、自分でも反省点がある。反省点あった。それは持ってくるなよ。改善してから持ってこいよ。アイドルっぽいのにしたくてさ。でも可愛い、可愛かった。プライベートでやろうかな。ありがとう。実は本日からワンダースクールで第2回目のバンマニコンテストが開催されているのですが、今回の内容はモリちゃんの新しいキャッチフレーズを皆さんに考えてもらいたいと思います。聞いてない、聞いてないよ。嬉しくない？単純に。いやいや、めっちゃ嬉しいけど、うん、ありがとうございます。今それってみたいになってるけど。そして見事特賞に選ばれた方のキャッチフレーズは今後のね、モリちゃんのキャッチフレーズとして正式に採用させていただきます。おめでとうございます。聞いてないからシンプルに喜べないのよ。本当に皆さん、あの、本当に書くやつお願いします、うん、今後私かかってるんで本当に。そうだよ、必死です今。はい、お願いします。いっぱいもらってね、その中から選びたいよね。あ、そうだね。1個しか来なかったらその中から選ばなきゃいけないから。確かに、みんなたくさん応募してください。バンマニモニちゃんのね、キャッチフレーズはさておき。あ、そうだね、さておきましょう。はいはい。実はワンダースクールで昨年の11月から今年の1月11日まで、うん、第1回バンマニコンテストを開催させていただいておりました。似顔絵コースと4コマ漫画コース、2つのコースで募集をさせていただいたんですけど、見事入賞された方にはバンマニ MC から素敵なプレゼントがあるということで、今日はガチュスがね、ちょっとお休み中なんですけど、今日私とモニちゃんで2人で結果発表をしていきたいと思います、はい、似顔絵コースジュニア部門入賞はちゆかさん、ミニカ、いちご大好ききょうてぃん、328423さん、ガチョスさんときょうてぃんさん、みさこさん、お祭りりんご飴、ティクさん、いちご大好ききょうてぃん、アリーさん、きょうてぃんといちごのツーショット。特賞はワンダーランドさん、ガチョウてぃん、ふむれんりーさん、バンダイマニアでバンドマニア。似顔絵コース一般部門入賞は530さん、きょうてぃん、ピンキーさん、笑顔、むよさん、ガチョスさん、アスヒヨコさん、笑顔でピース、マリさん、バンマニ。特賞は大やけさん、出会い、トロさんさん、バンダイマニア、略してバンマニ。4コマ漫画コース入賞は305813、糸電話、ネギさん、2つを合わせたらチーさん、マジだったけん、ミヤさん、ベビーガチョスくん、シルクさん、ボタン。特賞は大阪さん、2人で商品レビュー、すみれさん、お給料。芸術家だよね。うん、このワンダーランドさんは4コマ漫画コースにもいっぱいね投稿してくださったりしてて、すごい。今回はね、似顔絵コースのジュニア部門で特賞とさせていただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。絵がうますぎない？ちゃんと、うん、あの番組を見てガチャスのドラムが好きとか、うん、リンゴ飴が好きとか、キョーティンが歌が好きっていうのが、ね、知ってるっていうのがすごい感動するよ ね。全部詰まってる、うん、この絵には。ちゃんと見てくれてんだって愛が感じられる作品だったなと思います、うん、しかもパーカーもねちゃんと描かれていて、もうずっと見てくれてるんだなって思いました、ね。本当に、うん、ありがとうございます。はい、これ面白さもあるよ、ね、うん、かわいい。金太郎ならぬいちごきょうてぃんっていうで、私一人だけと思いきや、うん、右下にねしっかりガチョスもいるんですよ。あ、本当だ、すごいねただ上手なだけじゃなくてね、ね、面白みもある作品になってます、うん、いや、上手上手すぎるよね、うん、ロゴとかもしっかり再現されてるし、この障子の配置、うん、この色の再現されてるの、よく見てるね、すごい。このパーカーのデザインも完璧、すごすぎる。細か
いところまで見てくれて、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。これはですね、もう2人の関係性がね、しっかり分かってらっしゃる。え、なんかね、普段の2人見てるみたいだったよ、ね、すごいな。いそれにしても私ひどすぎ牛乳飲ませちゃうっていうオチだけど、飲みなってね。でも牛乳苦手なのも知ってるっていうのがね、うん、ちゃんとガチャスのこと見てくれてありがとうございます。そのいちご好きもね、ちゃんとみんなに伝わってる ね、嬉しい、うん、こんな話がもうありそうってありそう。あー、うん、まあ、どうせね、どうせね、いちごに変えるんだから最初からいちごでもらっとくって結構効率いいじゃん。いや、よくないわ。すごいナイスアイディアだと思ったよ。お金欲しいんですけどそれぐらい私のことがね、ちょっとメルヘンな感じで映ってるってことですよねいや、いちご作戦もう成功してるよ。やった、うん、ブランディング、ブランディングできてるバンマニ、本日は第2回バンマニコンテストの告知と第1回バンマニコンテストの結果発表をしました。いやー、どの作品も良かったですね、本当にみんなの愛が伝わってきました。伝わってきました。いつも見てくれてありがとう。はい、ありがとうございます。4コマ漫画コースで受賞された方の作品に私たちがね、実際にアテレコするということだったんですけど、まあ、今回はガチュスがお休みということなので、まあ、ちょっと待っててください。はい、お願いします。そしてね、第2回バンマリコンテストが開催されるということで、ちょっとみんなに要望とかあったら、可愛らしさもあり、うんうん、そして力強さもありそしてユーモアのあるセンスのあるキャッチコピーをちょっと求めております。私ちょっとみんな怯えちゃう特賞に選ばれなくてもクオカードもらえるチャンスがあるので、おお、どしどし応募してください、うん、これで全然集まらなかったら楽しいから、みんな何でも、うん、何でも、はい、何でもやりますねこのコンテストは本日から4月11日まで開催しております。みんなどしどし応募してください。概要欄の URL から投稿できます。みんなチェックしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ、バイバーイ。待ってるよ。キョウティンのミニミニ豆知識。今日の豆知識はリンゴの豆知識。リンゴの皮にはビタミンや食物繊維が全体の 30% から 40% 含まれているんです。なので皮を捨ててしまうという方はこの栄養素を無駄にしているということなんです。リンゴは丸かじりが最強なんです。明日も見てね。